行けよー、行けー。シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。行けー。青コーナー、196センチ、127キロ、頑張れー、トミーボンバー。行けー。赤コーナー、頑張れー、190センチ、102キロ、ビクトリー目指し、レフリーレッドシューズ運動、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ山崎さん、正直見どころはどういったところになりますかね。そうですね、お互いに今日は負けるわけにはいきませんから、最後はもう意地と意地のぶつかり合いになるんじゃないでしょうかね。そうですか。さあではそのあたりを注目してまいりたいと思います。行くのか、グラウンドでの攻防に持っていきます。組み合います。ここまでの戦い振り返り、ご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。ロックアップ、ロープに飛ばした、ショルダータックルで倒します。組みに行きます。ボディスラムです。打ち込んでまいります。腕を捉えます。腕攻めに転じます。まあレスラーは常に怪我との戦いだと思うんですけど、プロとして怪我というのは失格ですからね。怪我をして穴を開けてしまえばファンの期待を裏切ることになりますからね。そうですね、確かに怪我というのはしょうがない部分ですけど、プロのレスラーですからね。その通りですね。行くのか、ロープに振って、打撃技で倒れることが弱く見られがちですけど、これは相手の攻撃を受けてそれをうまく流してるんですよね。ああ、受け身を取っているというわけですね。そうですね。リング内に戻ります。腰を落とします。ハンマーを打ち込んでいきます。エルボーをかち上げます。ロックアップ、ホイップしてまいります。組みに行きます。バッとホイップしてまいります。腕を取ります。エルボーを入れていきます。乾いた音が館内に響きます。掴んだ、弓を引くナックルであります。顔面を狙ってまいります。起こします、掴みます。ナックルを打ち込んでまいります。小脇に抱えます。今体重乗ってますよ。いい投げ方ですね。はい、ラフ殺法に転じます。腕を取ります。腕を殺してまいります。組み合います。相手の動向を見据えながら攻めていこうとするのか、ロープに逃れました。組み合います。切り返します。さあインディアンデスロックに入ります。ロープブレイク、腕をフックします。ブレンバスターで切り返します。組みに行きます。フライングメイヤー、この辺りの関節攻撃いかがです。うーん、ちょっと浅いですかね。そうですか。張ります。ローキック抱えます。あとリバースで返してまいります。返してまいります。腕を回します。逆にバックにドロップキックであります。インディアンデスロックの体勢であります。行くのか、コーナーに振って鉄拳を見舞います。ロックアップ、コーナーに振った、カウンターで返します。バックドロップの体勢、エルボーで返します。ストマックを狙ってまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。
組み合います。対角線に飛ばした。ストッピングを叩き込んでまいります。バックからスリーパーに入ります。ブレンバスターに取ります。逆に投げてまいります。蹴りを見舞ってまいります。巻き投げで切り返します。いやらしい攻めを見せてまいります。スリーパーで締め上げます。10分経過。腕を捉えます。こうやって攻められると厳しいですね。後で踏ん張りが効かなくなりますからね。ああそうですか。逆に振り返して張ってまいります。鉄拳を見舞います。張ってまいります。バックを取ります。バックに回ります。小脇に抱えます。ハンマーを振りかざします。魔性のスリーパーが決まった。リング上は足4の字固めであります。ガードします。足を殺してまいります。荒っぽいファイトを展開してまいります。乾いた音が館内に響きます。ブロックします。足を狙ってまいります。ストンピングです。張ります。腕を回します。ブレンバスターで切り返します。あっと浴びせ蹴りだ。フィギュアフォアレッグロック。足を抜きだ。ブレンバスター行くのか。そのまま叩きつけていった。バックを取ってそのまま投げ捨てていった。ストンピング強烈。ストンピングを叩き込む。組み合った。対角線に飛ばした。もう針振り切ってますね。そうですね。すごい気迫ですよ。ヒートアップしてますよね。引き起こす。バーグタラッポ。弓を引く鉄拳。エンドレスラリアット攻撃。ストンピング。さあガッチリ決まった。これは苦しいですよ。コーナーに登って、あっとジャンピングに、あっと逆に切り返した。今顔面に入りましたよ。危ない状況か。次十字固め。いけるか。コブラツイストに持っていった。腕をフックした。打たせない。張り手。小脇に抱えた。完全無欠のバックトラップ。抱き起こす。小脇に抱えた。あーっと首がくの字に折れまった。どっから来るんですかこの力は。やっぱり意地じゃないですかね。もう気持ちだけですよ。ハンマーを落としていく。抜くのか。ハンマーパンチ強烈。王が入った。バックを取って根こそぎバックだ。